和風庭園を作るという仕事で、和っぽい材料を補うことによって和洋折衷という感じになると思いますけどね。挑戦ですよ。もう楽しみですよ、私にとっては。おはようございます、金井良介です。今回はですね、ちょっと期間的には3ヶ月、まあ賞味3ヶ月かかったってわけじゃないんですけども、飛び飛びで一応ちょっと3ヶ月かけて作った今があります。縮めれば1ヶ月ぐらいかな、そのぐらいで、でその間ちょっと我々の方で撮ってありますから、それをちょっとご覧になっていただければと思っております。庭って自分で言っちゃうとあれですけど、見る庭という感じですね。それがちょっと工夫しながらできましたから、あるものを使いながら既存の植物を利用しながらという形で作りましたから、まあ、そういう点では満足しています。はい、それをちょっとこれから配信させていただきます。はい、じゃあこちらへどうぞ。おはようございます。今日はね、和風庭園を、まあ、作る仕事でこちらの方に来ました。はい、こちらのお隣の方の庭をずっと手掛けてもう20年ぐらい経つんですけど、今回はちょっとお隣を物件的に購入した物件で、そのつなぎに庭をつなげて、まあこちらの方はちょっと和の感じというご希望がありましたもんね。まあそういう雰囲気を作っていきたいと思っております。洋風っていうか、もう建物自体が洋館なんで、まあそのような感じで、まあ何年に分けて作ってきました。はい、そうですね、ここの住宅自体が結構やっぱし洋風の感覚で作った住宅であります。裏で建物を見るつながりですから、別個にそこに和の雰囲気を持ってきてもおかしくはないなとは思っております。はい、今回こう裏になります。こちらの方ですね、今回手つけません。まあこうやって表はもう前から雰囲気になっているので、ここのスペースですね、ここからずっと、ここはもう前回お前はもうこうやってデッキでやってたんですけど、もうデッキ自体が、結構もう腐ってきてるんで、今回はもうこのデッキをもう外しちゃって取っちゃいまして、でここ全面的に和の雰囲気に持っていきたいと思っております。そうそう、これはね、ここも雰囲気が、まあ彫刻とかそういう形になってますけど、まあオーナーが基本的にこういうコレクターオーナーさんで、いろいろ彫刻関係こういう作品、自分の気に入った作品をこうやって、今回も和の中に彫刻を置くっていう形にもなると思いますけど、構想は、まあ、とりあえずここの部分を取った時点で
ちょっと地割り自体を考えている。で今こう見た感じ、ちょっと車も中に入ってこれないんで、全て人力でやらざるを得ない部分もありますし、またこっち右側はゴルフ場になっております。この景観というものもありますし、私の構想も大まかな構想だけであって、やりながらここに時間をかけて形にしていこうかなとは思っております。うん、ただ井戸がありますから、ちょっと水を使いたいなという構想ぐらいはあります。はい、やりながら工夫してどうしていくか、壊した部分においても、その壊した下地物の下地に使ったり、この柱も今デッキがあるから、そうちょっとだけど、こう取った時にこの柱の雰囲気も目立ちすぎるとちょっとやだ。ちょっとその部分がやりながらという部分がまだ結構あるんで、だから図面というものは最初書いて提出はしてません。できるだけ取った時点でご主人のご要望もあると思いますし、そうするとあとうちのスタッフを信じて、まあ、彼なんかの力量とかいろいろ作っていくという面白さもあるんで、だからできることで形にしていこうかなとは思ってます。はい、ここからの根底の今まで作った庭のつながりもあるんで、そうです。だから庭としてはやっぱりつながりはある程度持たないといけないが出てきます。だからそうなると これもちょっと邪魔かなというような問題も出てくるし、とにかく今のあるものを撤去して空間を出しちゃう。それはやっぱしね、今まで作ってきたここだけ違う通過帯じゃない、ここから入ってくる、ここからの動線のものもありますしね。一応これが全部もう最初からこっち広いです。もう絶対からこういうなんか全部これがちょうど具材を、これは初期ですね、最初の段階、20年かかりこういうのも、そうなんです。これ僕自身で全部これも溶鉱炉なんかも使ってた石、再生材です。レンガじゃなくて、そうやっぱりね、こうつながりがあるんで、これよ、まあ洋風っていうか、まあデッキがあればね、そうなっちゃうと和っぽい材料を
補うことによって出てくるかなと。だからもう本当は和洋折衷っていう感じになると思いますけどね。純和風っていう形の構成よりは和洋折衷という感じの生きていけばいいかなとは思ってますよ。やっぱりつながりがあって初めてこっちの空間が成立してくるという感じ。まあ、毎日毎日 どのような変化が出るか、どんなアイデアが出るかによって挑戦ですよね。現場の状況に応じて、まあ、変えていくつが常なんで、それが私なんかのやり方で、まあ今回は構想的な塊があまり持たずに入っちゃって、どうかな、今まで洋風に使った材料も結構余ってるんで、まあ、その材料をうまくこっちに溶け込ましたり、だからそれを踏まえたら、もう最初から、まあ、図面をうざっぽい描かないのもいいかなと思いまして、はい、ざっくりは、ざっくり、本当にざっくり水を使うとか、水はもう使うとしたら流れか、今では作らないと思います。あったものはやっぱり和としては有効的かなと。で、まああとは苔、そうですね、そのぐらいですね。だからまあ挑戦として、まあそっちの方は図面描いてこの通りに、まあ最初からそんなような感じで仕事を受けてないんで、私だけじゃなくして、うちのスタッフ自体もそういう意識で、あのアイデア出しながらやるんじゃないですかね。はい。みんなで。もう楽しみですよ。私にとっては非常に日々どうやったらいいかって工夫したらいいかとか、そういうものになりますから。はい。楽しみにしてください。